収穫だったわね。まさかあんなレア素材がポロッと出るなんて思わなかったわ。もちろん最高の武器に仕上げてみせる。あ、そうだ、この後一緒に晩ご飯でもどう？私がおごるからさ。まあね、レア素材入手記念よ。それと手伝ってくれたお礼も兼ねてね、今日くらいパーッとお祝いしよう。それとも男としては女の子に怒られるなんてプライドが許さない？それじゃあ決定ね。その前に、あのさ、シャワー浴びてきてもいい？ちょっとさっぱりしたいし、そのキリトと食事に行くとなると。すぐ済むからここで待ってて。あんたを野放しにしたらどっか行きそうなんだもん。あんたを誘いに来るかもしれないでしょうが。なんでもないわよ。いいからここで待ってなさい。よろしい。それじゃ、行ってくるわね。そうそう。言っておくけど、お風呂覗いたら、うちのカジロに頭から突っ込むから。素材
イテムがなくなってるのよ。それもよりによってこれからお祝いするはずだったやつ。ちょっと待って、もう一回見てみるから。今日だけでいろんなアイテムを入手したからもうストレージの中がごっちゃごちゃ。これは保存用、これは後で売却して。あー、もう何が何だかわからなくなってきちゃった。こんなにごちゃごちゃしてると間違えて大事なものとか捨てちゃいそう。そうそう、いらないアイテムと一緒に捨てず。あら、裏若い乙女のあられもない姿を見たんだからそのくらい当然でしょ。あたしのことドキドキさせた罰よ。そんなお葬式帰りみたいな顔しないでよ。いらっしゃい。
말도 아리. 기도